ニックジャパン、株式会社です。今回の展示会の、目玉はこちらのマシンですね、ステラディカフェ、2011年にリリースされた新商品でございます。この商品の特徴としましては、サーマリンクネットワークといいまして、こちらマルチボイラー3機あるんですが、それぞれ1510ワット、スチームボイラーの方で5000ワットあるんですが、それを、全部5400ワット内で、制御して、なってますので、省エネにもなりますし、あとは無駄のない動きもできます。あとはこちらの USB キーを使っていただいてですね、こちらに差し込んでいただいて、タッチパネルの方で細かい温度調整ですとか、そういった調整の方が可能になっております。すべて電子制御になっておりますので、細かい調整が可能になっております。であとは、他のところで言いますと、こういったあのパネルですね、これの256色ございまして、こちらの方も、変えられることもできます。あとこちらのマシンのもう一つの大きな特徴としては、こちらの、グループの方ですね、こちらのホルダーの方が、少しの力で、はめることができます。こちらは、はめることによって水質始めると、自然に中のピストンが働きまして固定されますので、少しの力でこちらはめることになります。やはり、1日に何杯も落とすバリスタとかですと、やはりこのその動きがかなり重要になってきますので、こちらで、バリスタの負担を軽減するという特徴が、イージーロック、フィルターとそういったシステムがございます。こちらも大きな特徴になっております。